どうもこんにちは、たまちゃんです。それでは今回もフォールアウト4でフォールアウト3の DLC ポイントルックアウトがそのまま遊べるモッドを遊んできます。前回は島に到着して、で、入り口部分のちょっとした探索を終えましたが、今回はいよいよ島内部を探っていきます。で、多少長めのサブクエストが一つ用意されているので、そちらの方を進め、フォールアウト3で入手できていた特別なユニーク装備、それの入手までを行うので、よろしければ最後までご覧ください。あれかな、入れる場所あそこ入れそうだね。ここ入りましょうか。市民銀行。あ、こっちまだ早いかな。で、なんかポスターがありますね。ワンテッド。パーソンオブインターレスト。誰だ。ワンヤン。こいつ出てきました。ワンヤンの写真が追加された。多分クエストに関わってくる人物ですよね。あ、これ入れますね。内部は鍵がある。 1K。 そこで休むことができそうですね。お、ダブルバレルショットガン。さらに鍵 1G。 鍵は今のところ2つかな。どこかで、そうだね、銀行の鍵を開けるみたいなね、そういうサブクエスト的なものもありましたよね。さあ、どこだ?ここら辺は閉まってるよね、しかしね。あ、こっちかな?これ入れそうだね。これ 1D。しかし普通に入れる。中には、トランク。ここに入れておけそうだね、不要品を。ロッカーの鍵。どこのロッカーだ?ステルスボーイ。使えるかな、これ。ターミナル。アメリカ合衆国へようこそ、ドクターちゃん。コンタクトテープ、始まりましたね。死亡した中国軍スパイの報告書を回収する。これはサブクエストかな?中国関連でしょうね、これはね。この任務が終了したら、あなたを英雄として歓迎すると。まずはアメリカの飼い犬を演じる。疑いを持たれてはいけないと。スパイですね。で、次は、ノーフォークという場所で、鍵を使う。で、モーテルに近い、ボードウォーク通りにある、公共レンタルロッカー。それを開けると。そこで、パスワードが入手できる。じゃあ、このサブクエスト、これから進めましょうか。目標は前方になってますね。そこに、公共ロッカーがあるのか。ここだ。ここのようですね。さあ、ロッカー開けると、さらに音声パスワード。次は銀行。それ開けると。一応聞いてみようか。聞けんのかな。パスワード。あ、そうだ。音声認識でしたね。これを流すんだ、確か。ここも入れますね。結構入れる場所あるぞ。これは嬉しいね。あ!いきなり、ラトロチか。たくさんいる。国防情報局、局員ターミナル。お、先ほどの写真の人物、ヤン。それは拘束されたぞ。五本爪のドラゴン。ヤンはスパイであると。尋問のため、タートルダブ収容所。そこに移送された。一般公開容疑者。これは先ほどのワンヤン。それに関してですね。別名、ジェイミー・パトリック、マリア・ロペス、スタンリー・デリック、五本爪のドラゴン。いろいろ名前を名乗っていたようですね。で、当初の予定通り、こちらの銀行、進めてみましょう。内部は、光源はなかなか、美しいですね。これはシャットダウン中?一応見れますね。セキュリティアップデート。音声認識。サイレントアラームシステム。
シフト終了メモ。審判の日の、ちょっと前ですね。ドロシーに、バーン氏。目標はこっちですね。これか、音声認識。というわけで、音声パスワード。佐世保社。これが開いたぞ。さらに、諜報活動報告。潜水艦を破壊する任務。偽の身分で、作業に参加しろと。自爆シーケンスを作動させるには、承認コードが必要。ヤンの歯にカプセルが仕込まれている。しかし彼女の居場所は不明ですと。まずはヤンと合流しろと言ってますね。ミスターちゃんは、このスパイの名前ですね。次は、タートルダウ収容所。そこにヤンが収監されてると。しかし、そこから時代は、200年ぐらい経ってますけどね。ワインがいっぱいあるな。時刻はまだ大丈夫ですかね。そう、ここの鍵を、あと2つね、入手してますけれど。どこにあるんだ、入れる場所は。あ、ここ、入れますね。中には、なんだ?骨があるぞ。これは、ああ、一体何が起きたんだ?この内部で。モスマン教か。いや、密造酒。これがなんか関わっていそうですね。ああ、小さなスラッシャーマスク。フォールアウト3ではね、おなじみのアイテムですね。ちょっと被ってみようか。殺人鬼。こいつが出たというのか。うわあ。なかなか体型に合ってますね。ではここから、北に向かいましょうか。さあ、ポイントルックアウトと言ったらね、この、おぞましい木ですね。これがいい雰囲気を出してるんですよ。そして、あの橋。あの先から、このマップ独自のね、敵が現れるんじゃないかな?さあ、奴らは、出てくるんですかね?あれ、ホタルかな?ちょっと暗くなってきましたが、雰囲気的にはね、ちょうどいいでしょうね。グレネード8個もある。これは重たすぎるかもしれないが、どんどん使うか。ん?スクラッパー、あいつじゃないな。あの不気味な敵はね。あいつは人間系の敵ですね。しかし近づいてきた。一回下がるか。待てよ。伝説のブローラーなんだ?あ、これ何?取引開始するの?もしかして。ここで。下がろう。あ、見つかる。あ、見つかった。伝説のブローラー。まずまずまず。あ、あいつ銃持ってる。やばいぞ。しかしあの、スクラッパー。あいつは解体屋か。近接だからね。危ねえ。でも銃だけはやばい。危ない。ここらに隠れながらやれば、やれんじゃないの。来た。おら。あおっと、ダブルバレル。ダブルバレル2発やれる。ジェット使うか。いざとなったら。危ない。ちょっと暗いからね。一回朝まで眠りましょうか。準備ピストル。おっと、危ない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 よ。はい。やつをひるましていく。いいぞ。危ない危ない。半分まで減らした。よーし、やった。やったけどやばい。まだデンジャー。ぬかコーラで回避しよう。ドクチョップ。ああ、全然回避できない。お、レジェンダリーのパイプピストル。攻撃を当てると対象を緩めかせることができる。長いんじゃないか、これは。やはりひるませられるのはね、重要だよね。問題は、パイプピストルがあまり強くないから、弾が必要になってくるだろうね。たくさん。
レザーアーマーライトウェイト。これは、全身装備ですか？一応身につけてみよう。見た目どうだ？お、見た目。ぼちぼちかな。股間部分が特徴的ですね。ここら辺ですね。タートルダブ収容所。マシンガンタレット。プロテクトロンは、敵対してませんね。ああ、ガッツやる。まずいな、こりゃ。なんか交戦してる。こいつを先にやろう。ほら、やった。スルス一発だ。スワンプグールが、やってきたようだね。タレットにガッツイが反応してる。やばいぞ。スワンプグールはそれほど、強くはないでしょう。これは、あそこから入れるっぽいね。いざ侵入。モルグ。額あたりが、置いてありそうな場所ですが。いる。普通にグールかな、ありゃ。ただのグールなら、ショットガンでやりましょう。貴様、ヌックロス。一発だが、まだいるぞ、これ。いや、急に。湧いた。どうしたんだ、今のは。じゃあ、もろもろ、探っていきますか。ここは、人体実験か、拷問されていたか。ここか。お、すでに死体だ。遺体をよく調べると、刺し歯、それを発見した。そこに、自爆コードがあると。じゃあ、もらっていきましょうか。次は、潜水艦。スワンプグールは、結構なんか、皮膚はただれてませんね。筋肉が、もりもりしてる。これは焼却炉ですね。ボタンを押すと、焼くことができると。これどっか、貼れませんでした？なんかそんな記憶があるんだけど。ここではないか。次は、南のようだね。ここら辺まだ入れそうな場所はね、ありそうですが。ちょっと敵が強いからね、道を下げていきましょう。目標は、あそこら辺か。なんか覚えてますね。道中に何かありそうだけど。あれは何でしょうね。あれが船から見た煙の場所かな。前方いますね。トラッカー。あいつだ。新たな敵。まあ、スクラッパーも新たな敵でありましたが。あいつはどうなんだ、強さの方は。一見マッチョなグールですよね。スーパーミュータント的な。やれんのか？あ、まあ、やれないことはなさそうだね。動きもとろいし。あいつを間近で見たいね。起きたよ。よし、勝負だ。バツ見れる？おお、いい顔してんだよ、こいつ。こいつが、暗い地帯でね、襲ってくると、不気味ですよね。斧を持ってる。結構人間タイプなんだな。グールよりも人間寄りですね。腕に何かね、異変が起きてますね。で、目標はここら辺なんですが、潜水艦は、あれかな？あれっぽいな。あそこだ。わ、これやだな、泳いでくの。サバイバルモード。行くしかないか。よし、行くぞー。おりゃー。あ、こんなとこに入り口があるぞ。ここか。入れ。よし、入った。病気になったかな？ああ、セーフか。オペレーションターミナル。動いた。ちょっと文字が中国読みですかね、これはね。ミッションパラメーター。なんか暗号文になってますね。敵を探知した場合は、交戦するな。巡回戦か。敵に完全に捕捉された場合は、
自爆プロトコル、それを返せよと。では自爆開始。よし。さらに、安全装置レバー。1分以内にどうのこうのって書いてあるけど。どれだ？安全装置、これか。自爆プロトコル。オッケー。あとは脱出しろと。他に何かありそうだけど。とりあえず逃げましょう。うわ、爆発するぞー。逃げろー。ああ、爆発した。隠れ家のためなに戻る。あまり派手な爆発ではありませんでしたね。次の指令は何だ？こんな200年以上先にね、指令を達成してどうするって言うんでしょうね。脱出計画詳細。これかな？何かを回収しろ。私の目標が破壊されたことを衛星が記録したと。衛星はずっと宇宙でね、飛んでるんでしょうね。あ、カルバート邸の地下。そこのアジトに向かうように、これはメインクエストをね、進める必要が出てきたっぽいですね。アジトの入り口は隠されている。まずは、トイレにあるタンク、そこに、クリプトクロム、スペクタクルズ、それを隠してあると。さあ、どれだ？トイレのタンク。これか。水って書いてあるけど、上から望むと、これを回収できると。スパイバンカーに入る。ああ、ただマップを見る感じ。屋敷の手前にあるかもしれませんね。ちょっと行ってみるか。ここだね。なんか揃えるみたいな。そういったことありましたよね。そんなに難しくはなかった気がしますが、適当にやってれば、開くんじゃないの。おいさあ、やりましたね。総当たりで成功した。中国のなんとかバンカー。ん？道はこっちか。ここにはプロテクトロン。敵対はしませんね。水があるぞ。水やら、お金やら、ボトルキャップ地雷。弾薬、お。弾は助かるが、7.62。他には、ハイキャパシティ、ハンドメイドライフル。ハンドメイドライフルがいっぱいあるぞ。これは中国軍のアサルトライフルか。これが 7.62。じゃあ 7.62 弾を持ってきましょうか。せっかくだからね。さあ、これが、ハンドメイドライフル。まあ、76であるものと一緒ですかね。音も同じ感じですね。ボタンだ。何が開くんだ？お。こんなところに、ターミナル。こっからなんか登りそうな。そんな感じがしますね。バックウォーターライフル。これか？新武器。10ミリ弾を使う。ユニーク武器ですね。威力は、ライフル。これは、レバーアクションライフルの、10ミリバージョンかな？うん。弾を、上に詰める。リローディングが面白いね。あ、中国軍のステルスアーマー。ここで入手できるんだ。ビンゴだ。おぉ。これ着てみようか。かわいい。これは味があるぞ。この見た目。しゃがむと、ステルス。76でも同じですね、これはね。おぉ、いいねいいね。ちょっとこれで、進んでみようか。急に別ゲーになったな。ダッシュターミナル。これで私は、ダッシュできんのか、この島から。ダッシュ計画。裏切り行為から逃れる？なんだと？ちょっと待ってくれ。大変残念なことだが、人民共和国のために、貴君は死ななければならない。尊厳を持っていけ。名誉ある兵士よ。なんてことだ。潔く死んでくれと。
私は見捨てられたようだな。まずい。ラット船が、後ろ閉められたか。ここで中国軍のスルスーツ。これを着ていないとね、ラットに汚染されて、死んでしまうんでしょうね。そこから、こんな感じで、アスレチックで、上に登る形ですね。上まで来れば、汚染は収まりますね。こっちか。さあ、ポイントルックアウトでの、ちょっとした、サイドストーリーでありましたが、これで完了ですね。いやー、こういうね、短いクエストでも、とても面白みがありますよね。出た先で、この死体は何だったんでしょうね。ラットアイアンはね、用意してくれている。こちらに進むと、どこに出るんだ？お、なんだ、水の中か、まだ。しかし、中国軍のスレスーツは、溺れることはないんじゃないかな。どうだろうね。放射耐性はあっても、溺れてしまうのか、やはり。ラットダメージ受けませんね。パーマーとね、同じ感じかな。あれ、ここどこ？また、潜水艦のそばに出ましたね、意外とね。結構記憶が被っていましたが。まあ確かに、このそばに出るんだ。なるほどね。